それではね、こちらウールライクの、ツイードニットのね、紹介になります。でまずこの生地の特徴なんですけども、ウールライクということで、素材感がねすごくこうウールのようなね、感じなんですよね。季節感もねこう素材感も楽しめる生地になっております。で素材の方は、レーヨンとポリエステルのねこうコンボ素材になってます。まずね、レーヨンって自然素材、天然繊維からこうできてるね、ものなので、比較的肌にも優しいですし、あとはね、ポリエステル混紡素材なので、これはねこう何より扱いやすさがねすごくこういいんじゃないかなと思います。もう洗濯、ご自宅でねこう洗濯どんどんやっていただいても大丈夫な、意外とねこう丈夫な素材なんですよね。でプラス、縮みとかもありませんし、シワにもほとんどならないので、やっぱりこう扱い楽にねしたいなっていう方なんかはね非常にねこうおすすめできる生地になっております。はい、で次にね生地のね質感なんですけども、はい、まずね、厚みですね。厚みの方は、ニットの中ではまあ冬のニットの中ではやや厚手ぐらいですかね。程よいこうしっかり感のある厚みになっております。でイメージで言うと、お洋服全般いけるんじゃないかなと思います。なぜならばねすごくね軽いんですよね。程よい肉感があって、軽さがあるのでね、例えばトップスボトムスワンピースプロオーバーのデザインなんかもねすごくいいんじゃないかなと思います。すごくねこうあったかいね生地になりますので、冬にはねこうすごくこうおすすめできる素材になってます。で風合いなんですけども、風合いはねこれもうめちゃくちゃ柔らかいですね。すごく柔らかくて、軽さもねすごくありますので、着た時にもねすごくこう着やすい、またねこうストレスフリーでねこう扱っていただけるんじゃないかなと思います。はい、ドレープも見てみましょう。はい、こんな感じですね。これもねすごくね綺麗に出ますのでね、ぜひ参考にしてみてください。はい、で最後に生地幅なんですけど、ここもおすすめポイントで、140センチありますので、容赦余裕を持って使っていただけるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします。まずこちらのプルオーバー、とてもね可愛らしく素敵に仕上がっております。でこちらはですね、襟元にポイントがありまして、このようにねボトルネックになっているんですね。結構ね高めのねボトルネックなんですけれども、まあ、生地がね柔らかくってふんわりとしているので、こうちょっとねクシュクシュとなってこうドレープ状になって、とても綺麗にね仕上がっております。着やすいねデザインになっております。で、こちらお隣はですね、これはねドルマンスリーブになります。お袖とね身ごろが一体型でこうつながっているタイプなんですけれど、やはりねこの袖周りなんかもね生地柔らかくてしっとりしているので、こうすっきりとね着ることができるタイプになっております。素敵ですね。でどちらもね丈短めのタイプなので、下にね合わせるボトムスも選ばずね着やすいタイプになっております。ね、そしてこういったプルオーバーもいいんですけれども、カーディガン作ってみました。こちらも素敵に仕上がっております。これもねドルマンスリーブですね。身ごろと袖がつながっているタイプなんですけれども、襟元にねアクセントあります。これボリュームのあるね襟になってるんですね。こうちょっと立ち上がった感じの襟なんですけれども、やっぱり生地ねしなやかなので、こうクシュクシュとこうドレープ状にして着ることができるねタイプになります。とても素敵なカーディガンになっております。一つあるとね、ちょっと羽織れたりとかするので便利なアイテムだと思います。そして実は私も着てみています。こちら、ロングジャケットになっております。でこちらもですね、実は襟がねボリュームのあるフード風の襟になっているんですけれども、このようにね本当にこう薄くて柔らかい生地なので、コンパクトにまとまってすっきりとしてるんじゃないかなと思います。で着ていてこれね生地本当に柔らかくって気持ちがいいんですよ。そしてふんわりと軽くて暖かいです。今もね結構暑いぐらい暖かい感じになっております。でねニットなので伸びもありますから、こう体に負荷もかからずねとても着やすいタイプになっております。ね、ぜひねこうしたカーディガンとかプルオーバーなんかとても着やすいと思いますので、ぜひいろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。